ばんは。今日はね、このアンピーのやつ、なんて名前だっけつけてます。あ、でもつけなくてもなんか見れる前髪、つけなかったらなんか流し前髪。あ、そうじゃそうじゃ、オリコちゃん、そんな名前でしたね。オリコのオリコちゃんってこと、三つ編みだから。オリコちゃんをつけています。あ、つけん方がさ、なんかマシかも。え、お城タワーどなたですか。西尾さん、お城タワーありがとうございます。お城ありがとう。ありがとうございます。県庁ん築城ちょっと待って、アホやけんさ引かれそう。建築の地区にしろ、築城したい気分でしたそんな気分になるなんて、前世殿ありがとうございます。西尾さん、お城タワー築城か、合ってた。そう、コストコ行きました。購入品紹介ちょっと遠くにあるので口頭で説明するんですが、なんだっけ、トリートメント、洗い流さないトリートメント、イエーイ。グミ、イエーイ。柔軟剤、イエーイ。洗剤、イエーイ。トイレットペーパー、イエーイ。私が物はそんぐらいかな。あとは、あれ、こんにゃくゼリー、イエーイ。あとは石だけの物。マジで久々に行きました。なんか家族と会うたびに行こかーって話は何回か出てたんですけど、結局行かずその辺のスーパーで済ませることが多くて、そう、久々に行きました。めっちゃ人おった。なんかさ、今日土曜日ですよね。土曜日に街中にを歩くことがないから、そう、コストコ人がいっぱいいてびっくりしました。すごい、本当に口に色がない。口というか顔。でもこのフィルターは変えて、口の内側こうやったらあんまり色ない。影とる、影やけんかな。口の内側だけ色つけてくれます感謝。もう私はお風呂出て配信するってなった時に、もう絶対に何もしたくないんですよあのお風呂せっかく出てスキンケアもしてしたのに、もう一回リップとかコンシーラーとかしたら、もう一回落として洗顔してスキンケアしなきゃいけないじゃないですか。
もうそれが耐えられないので、そうお風呂上がりはこれを頼りたいと思います。何時間入ってただろう。でも割とちょくちょく休憩挟みながら入ったけど、多分8時過ぎぐらいからお風呂入って、でさっき本当に今さっきドライヤー完了したので8時8 9 10 11、でも4時間ぐらい、でもそんな入ってない気がする。そんな嘘かも、8時過ぎ9時過ぎかな、いや8時過ぎに入りましたね。でも休憩で30分ぐらい出てたんですよそうだから実質3時間ぐらい。ですかね。そう。Yes, oh yes.もうこの頼ってるっていうのはもうお伝えできたということで、次に伝えたいこと、何の絵文字にしようかな、これにしよう。はい、お話し会来てねお話し会来てね。を伝えたいと思います。私はアイス食べたいアイスの方が伝わっちゃった。そう、今絶賛第二次受付中でして、そうありがとうございます。月曜日の13時まで、明後日まで受付中ですので、よろしくお願いします。一番優しくしてくれる日に行きます。いつだろう、毎日ですね、毎日優しいから、めっちゃめっちゃ簡単、毎日一番優しい。行けるように努力します。努力してください絶対に来てください。絶対に成功させようね、絶対に成功させようね。これ知ってる？みんな、なんかこれ TikTok でね見たんですよ。あ、そう米田2000さんっていうお笑い芸人さんの面白いやつ。絶対に成功させようね、面白いの、みんな見てみてください。ひき肉です。ひき肉です。ちょっと待って、これさ本気でやったんやけどさ、全然似とらんわ。申し訳ないぐらい。でも TikTok でひひひひひひき肉です。ひき肉ですっていう。あれ覚えようとしてないんだけど、別に流れてきすぎてなんか覚えた。
ボンジュール、イソギンチャクです。面白いですよね。マジで TikTok めっちゃ見てる。なんかね、ずっと見てる。本当に真っ白だ。なんか別にいい意味の真っ白じゃなくってあの本当に色がないっていう意味の真っ白。口も何も色がない。こうやって薄めで見たら白と黒結構薄めで見んくても白と黒だったわ。うん、ランキング見ます。ありがとう。20位ジェリーさん、19位ゆうやさん、18位宮川和幸さん、17位博士くんさん、16位マックさん、15位ウッシーさん、14位ヌルディアンスヤさん、ちょっと読み方教えてください、ごめんなさい。13位マークンさん、12位ポルダーアグリさん、11位 FB さん、10位武田岳さん、9位のりふみさん、8位ユリアピースさん、7位グリアティーヌさん、ラッキーセブン。6位アポロンさん、5位台湾ジョジョさん、4位岡山オレンジさん、3位ナルナナさん、スイスイ。2位釣りけんさん、ツツ。そしてそして第1位はピラララララヒョン、西尾さん、イエーイイエーイイエーイこれはクッションです、イエーイ。西尾さん感謝のキャミです、イエーイ、ありがとう。築城ありがとうございます。築城も、築城もありがとうございました。かっこいい築城って言い方、今度から築城って言おうかな。何々さんが築城してくれました、わっしょいわっしょいみたいな言おうかなテンション高いかも。そう、ちくちゃんありがとうございました。そう、ということで皆さんおやすみなさーい、またねー、バイバーイ。あ、イエイ、スクショタイム。ありがとうございました。またね。バイバーイ。いっぱい寝てね。さよなら。Good night. See you again.